こんにちは、ジャグラーのマロです。今回はジャグリングをしながら道具を腰の横でキャッチしてスピンするその練習ステップと、これをね実際かっこよくジャグリングと組み合わせる方法について解説していきます。この技は3つのステップに分解されます。1つ目は腰の横でキャッチするところですね。で、2つ目はそこから回転、3つ目はジャグリングに戻る。で、このジャグリングに戻るところは実は戻らないっていうパターンもありで、ただポーズを取るとかね、そういうこともできますので、道具が1個とかでも大丈夫です。それはまた動画の後半で実例として解説します。で、1個目のステップはこういうことなんですが、注意点はあんまり後ろに投げすぎないように、腰の後ろでキャッチするからって言って普通のジャグリングみたいにこういうところまで投げてしまうと、実際は自分回転を始めたいので、これが取れない人は後ろに投げすぎてさらに自分も回ってボールが取りすぎてしまう、こういうことが起こってます。なので、どっちかっていうとですね、自分の体の前の方、まあ、後ろでも取れるんですけど、最初は結構まっすぐとか、せいぜいこの辺に落ちてくるように。で、自分が足を半歩踏み出して、腰をひねる。で、手を入れていく。これですね。これがそのまま回転につながります。なので、後ろじゃなくて、見える範囲で上に投げて、これをしっかり取れるように練習しましょう。2つ目のステップは回転です。このキャッチした時に足が半歩前に出ているので、後ろ足が軸になります。後ろ足、親指の付け根、この辺ですね。この辺に体重を乗せて回転するんですが、大事なのは自分の視線をある程度正面に残しておいて、もうこれ以上体がねじれたら前向いてられないってこと、場所で顔を素早く振り返るっていうことですね。なんかだるまさんが転んだみたいな感じで、だるまさんが転んだ、こう他を向いている時間をなるべくなくしたいんです。回転と一緒に顔がついていってしまうと、あれどこ向いてたっけってこう分からなくなって目が回ってしまうんですね。で、次のボールキャッチもできないので、最初は回転じゃなくても歩きながらで大丈夫です。顔を残しといて振り返る、こういう感じですね。で、慣れてきたら自分の回転の時もそんなに体のスピードはいらないので、顔のスピードですね。顔が振り返る。これができればボール見えるようになります。そしてもう一つは、この腰の横でキャッチしてる手なんですけど、これは後ろ向いたあたりでもうほどきに行きます。こうですね。これ最後までついていくと、あれどうやってジャグリングに戻ろうっていう風になってしまうので、ここまで来たらもうその場所に置いとくぐらいの感じで体が戻ってくる。これがスピンですね。3つ目のステップ。実際、ジャグリングと組み合わせるパターンについて解説します。で、これはですね、実際、ジャグリングと組み合わせるっていうことなんですが、ジャグリングを止めながら簡単バージョンっていうのもね、動画の後半で説明しますので、もしこのステップ難しいと思ってもね、ぜひ後半の方を見て練習してください。で、ここでは、ジャグリング3個で何が起こってるかっていうと、普通に3個カスケードをやってて、1個を高く投げている。実際やってることはこれだけなんです。まあ、サイトスワップで言うと、3、5、2、2。普通のパターンから1個高く投げる。それだけですね。この投げ方を理解するために最初2個で練習します。1個は腰の後ろ、1個は上。で、高く投げたボール、その手でそのまま1個目のボールを取りに行きます。で、横向いてみると、そして実は僕ちょっと低めに投げてるんですけど、それはね、この撮影してる場所がもう背伸びすれば天井届くような場所なので、でも実際はこれより1メートル、2メートル高く投げて大丈夫です。自分がコントロールできるんだったら高めに投げた方が時間もあるし、スピンする余裕もありますので、ぜひね、ちょっと天井高めの場所で練習してもらいたいところですね。時間なくて、あれキャッチ難しいなっていう人は、室内じゃなくて、ちょっと時間を作れる天井高い場所で練習しましょう。そして3個でスピンなしの状態で練習します。こういうことですね。で、くどよですけど、この高く投げてるのをもっと高く投げてれば自分がスピンする余裕が十分できますので、今の回らないでできたらキャッチしてそのまま回るパターンに戻るということですね。
ここからは初心者でもできるかっこいい腰の横キャッチのやり方を3つ解説していきます。1つ目は道具1個です。実はね、この腰の横キャッチ、それだけでも十分かっこいい動きなので、何かね、道具1個でもやった後にポーズを取る、十分使えます。でこれはね、本当にもう1個なので道具は問いません。なんだったらね、もはやコロコロローラーでさえ何かができる、そんなレベルなので、ぜひね、もはやジャグラーじゃなくてもできますので、近くにね、安全に投げれそうなものがあったらぜひ挑戦してみてください。で、一つだけコツは、これが難しいな、よく手から落としちゃうなっていう人は、一緒に回らないで、まずはキャッチです。で、キャッチ回る、ここをしっかり分けましょう、ね、これがね、慣れてれば、もう投げて回転しながらですね、こうキャッチしに行けるんですけど、最初は焦らないでキャッチ回る、ここをね、しっかりやるように気をつけてください。2つ目の例です。実際にやってみるとこういう感じですね。で、実はこれは最初の投げる腰の横キャッチが、投げる手とキャッチが同じになってます。こうカスケードからストップ、この1個持っている方から投げてキャッチ、あとは一緒ですね。キャッチしたら回ってポーズ。そしてですね、この一つだけコツがありまして、今僕左手で持ってますけど、左手を右の腰の方まで持ってきます。それでまっすぐ投げてキャッチです。これをね、左から投げちゃうとこう山なりになって、自分の手に対して少し逃げていく方に飛んでいくので、まあ、ちょっと反対のね、右手でもやってみると、こっちまで持ってきてまっすぐ投げる、であとは回転ですね。なので、パターンからこういう投げ方ですね。パターンからこうではなくてこう、3つ目の例を解説します。ジャグリングから腰の横、そしてマルチプレックスでパターンに戻る。マルチプレックスはボール2個を同時に手から投げて、それでジャグリングに戻るっていうことなんですが、高いボール低いボールと投げ分けて、低いボールを投げた手でキャッチ、で高いボールが落ちてきたらジャグリングに戻る。でこのマルチプレックスやり方は別に詳しく撮った動画がありますので、動画詳細説明欄リンクからね、ぜひ練習してください。もう一度ゆっくりやってみましょう。3個ストップして、横スピンマルチですね。実際のスピードでもやってみましょう。この3つ目のパターンは見た目以上に余裕があります。説明した通り、実は1個1個1個、それぞれの要素の間にジャグリングが止まってるんですね。なのでそれをね、単純になんか滑らかにやるだけでも、止まって投げてまたジャグリングに戻ってっていう風にね、いろんな場所で初心者の方でも自分なりに使えるようになりますの でくどいようですけど、取れないな、腰の横で落とすなっていう人は多分投げながら回ってしまってるので、落ち着いて最初はキャッチ回る、ここをねしっかり意識してください。慣れてきたらどんどん滑らかにしていくということですね。これで腰の横キャッチとスピンの解説を終わります。この動画良かったなと思っていただけたら、ぜひいいねボタンお願いします。そしてね、またこのキャッチと体の組み合わせ、いろんなバリエーションとかスピンそのものについても詳しく動画を出していきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録お願いします。そしていつもね、ジャグリングの上手になるための考え方とかメンタル SNS で発信してますので、ぜひ動画の詳細説明欄からそちらもフォローしてください。では今回も動画ご覧いただいてありがとうございました。